カフィオカ大輝、プレミアリーグ移籍確定、ロマーノヒアウィーゴー。シントトロイデンのディフェンダー橋岡大輝がプレミアリーグに舞台を移すようだ。橋岡はシントトロイデン在籍3年半で、ここまで通算91試合に出場。今季も公式戦19試合に出場しているほか、攻撃面でも2得点にアシストとしっかりと数字を残す。そうした中、イギリスザ・アスレチックがルートンタウン行きに迫ると報じた。まだ合意に至っていないものの、完全移籍をめぐって話し合っているという。また、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は移籍確定時の決まり文句、ヒアウィーゴーを用いて、橋岡のルートンタウン行き合意と29日の都営を主張している。橋岡大輝、ルートンタウンへ、ヒアウィーゴー。シントプルイデンから日本人フルバックを獲得することで合意に達した。橋岡はメディカルテストのために月曜日に移動する。移籍金は200万ユーロ。リーズとトラブゾンスポルが興味を示しているにもかかわらず、契約成立。ロマーノ X を確認したら、ヒアウィーゴーの文字が入ってましたからね。ということは確定と言って良いでしょう。ヒアウィーゴーで確ほぼ確実かな。橋岡としてもプレミアの強豪クラブと対戦できることを考えるとなかなか良い移籍なのでは？すごいな。またプレミアが楽しみ。移籍の噂が出ては消えていた橋岡がついにステップアップか、しかもプレミアリーグとは楽しみ。実現すれば素晴らしい移籍。強度の高いプレミアでプレイできれば間違いなくレベルアップできる。プレミアもビッグクラブだけじゃなくて中堅界でも数多く行けば代表の底上げにもなる。橋岡くんにもぜひこのチャンスを掴んで活躍してほしいですね。ルートンは、12月アーセナルやシティ、チェルシーにワンチャン引き分けありそうだったしニューカッスルを倒してるから頑張れば残留あると思う。これは決まりか。もしルートンタウン残留に導いたら英雄になれるぞ、頑張れ。ルートンってサイド攻撃が多い印象だからいいやん。橋岡の活躍で残留できたらいいね。今は降格圏だけど、圏外まで勝ち点1差しかないから残留も全然狙える。昇格組3チームが降格圏にいる中、残留圏内に一番近いのが18位ルートン。17位エバートンがさらなる勝ち点剥奪が囁かれる中、1試合未消化があるルートンは最適であると思う。もうプレミアかよ。早くね。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。